大分市にあるアベムアベチコーヒー、ハンドドリップの入れたてコーヒーとボリューム満点のサンドイッチが人気を集めています。大分の豊後牛の A5 ランクのお肉です。和風ペースのソースとそのトリュフを入れて今作ってます。それが豊後牛と新鮮な野菜をたっぷり挟んだローストビーフサンドイッチ。香り高いトリュフソースで仕上げています。ではいただきます。うまみたっぷりで美味しいです。噛むたびにジューシーさが広がるボリューム満点で大満足の味わいです。サンドイッチにはホットコーヒーやハーブティーなど店こだわりのドリンクをセットにするのもおすすめです。豊後牛本当A5ランク使ってるんですけど、めちゃくちゃ柔らかいし美味しい肉なんで、それちょっとそのサンドイッチで食べてみたら、あ、こんな味だったんだみたいな感じで知って、みんなに知ってもらえたらなって思います。続いては別府市にあるルココニコ。20種類以上のサイドメニューから好きな具材を選び、自分好みのオリジナルサンドをオーダーすることができます。選んで楽しい、見て楽しい、食べて美味しいっていう、こうワクワクを皆さんにお伝えしたくて始めました。人気は自家製のミートソースとエビのマリネをたっぷり挟んだサンドイッチ。具材にスパイスの効いた甘辛いソースが絡む癖になる味わいです。そしてデザートにもおすすめ、旬の果物をふんだんに使ったフルーツサンドも大人気です。自分の好きな具を選んでこう挟んで、こう自分だけのサンドイッチを食べていただきたいのと、お野菜もたっぷり食べられるので、もう軽食じゃなく、もうお食事のサンドイッチとして楽しんでいただけたらいいなと思っております。店こだわりのボリューム満点なサンドイッチ、食材にこだわった贅沢な味わいをこの機会に堪能してみてはいかがでしょうか。